はい、陶芸作家の文江です。今回こちらの作品をご紹介します。爽やかクイナという作品で、ヤンバルクイナと、爽やかに広島のレモンを描いてみました。こちらもこの点々点のところ全部描いておりまして、ここの、あのお腹のところの模様を描いてみたのがちょっと楽しくできたかなというふうに思っています。まあ、あの飾っていただいて、まあ、爽やかに お部屋の中がなるといいなと思って作りました。またお問い合わせこちらにしてみてください。